1。本当は小さな虫なんて本当はいらないのです。と、ふくよかなお腹を見せて女郎雲は言うのです。体中にしなやかな筋肉をまとって太陽と地平線の間を生きるために疾走するのは誰？なりたかったのですと。長い手足をお祈りの形にして女郎雲は言うのです。本当は女神になりたかった。